ルト。調子に乗るなよ、加藤島。チャクラがほとんど残っておらんのか。よし、十分だ。こいつの術、ああそうだ、螺旋丸。瞳の正面はまだ先だ。あれ、美月、俺カーマ、想像以上に危険な代物みたいだね。まだ起きないのかよ、もう丸二日だぞ。パパ、早く起きて。母ちゃんやひまわりに心配かけてんじゃねえぞ、父ちゃん。ナルト君、ボルトたちが連れ戻してくれたのよ。お前らもあの場所に。みんなは無事なのか。ああ、カワキにも知らせてくれ。サスケ君、ここにいたのね。ナルトも意識が戻ったそうよ。血中のナノマシンが拒否反応を起こしているかもしれません。このままでは身体機能が少しずつ低下し続け、せめて痛みが和らげばと思って。んなもん感覚が鈍るだけだろ。やめろ、余計なお世話だ。カーキ、父ちゃんが目覚ましたぞ。本当か、父ちゃん。シカマルさん、ナルトとサスケの意識が回復したと聞いてな。早速だが、まずその次元って野郎は大筒木の一族と見て間違いねえんだな。その証拠に奴は10秒飼っていた。俺たちが戦ったのはボロってやつだった。ウイルスを撒き散らす化け物みたいな相手でさ、サラダが千鳥で仕留めてくれなきゃ。さすがにヤバかったぜ。村の連中は伝染病に恐れをののき、救いを求め始める。ウイルスを使う忍術とは血経限界でも聞いたことがねえぞ。忍術じゃねえ、体内で生成した本物のウイルスだ。そいつはどんな能力を持っているんだ。俺も知らねえ。いつも薄ら笑いを浮かべた不気味なやつってこと以外はな。どうして自分が器と呼ばれてるのかも知らねえってのか。知らねえもんは知らねえよ。器ってのはお前の他にもいるのか。俺以外にも大勢連れてこられたが、アマドの実験の途中でほとんど死んじまったからな。そこまでにしろ、シカマル。とにかくみんなが無事で何よりだ。そのボロとかいう化け物を倒せただけでよしとしようじゃねえか。時間よ、カワキ君とサラダは病室に戻って。じゃあね、後でまた検査に来るから。お、ボルト。ん、ちょっといいか。お前本当に覚えてねえみてえだな。カーマがお前の全身に広がって、お前の額に角が生えたんだ。次元が俺のところに来た時、俺の額にも。あいつを倒さない限り。そして自覚せよ、神を倒した者はもはやただ人ではおれぬのだということをな。カーマの模様がいつもと違う形になって、頭には角みたいなのが生えて、まるでボルトじゃないみたいに。ねえ、美月。うん。一体ボルトの身に何が起きてるの。ボロがボルトを見て言ったんです。火影の子、渦巻きボルト、大筒木桃式の器よ。ボルト本人に自覚症状がないのが心配です。だが桃式がなぜカーマをボルトに与えたのか疑問だったが、普通に考えたらカワキにカーマを与えた張本人、俺の目には次元自体も何か別の存在の器のように見えたがな。俺、見舞いだ。たい焼き、好物なんだろ。町長が言ってたぞ。遠慮なく食べちゃったよ。どの味か選んでいいぞ。じゃあカスタードで。ん、何だこりゃ、くそめ。さて、じゃあそろそろやりますか。ほう、カワキもやろうぜ。カワキ君はまだ安静にしていないとダメなんですからね。カワキ、またな。バイバイ。もう院長じゃないのに
いつまでもそう呼ぶんだよね。なあ、鎮痛剤打ってくれねえか。もしまた痛みが出るようだったらいつでも言ってね。そういえば七代目が川木君のことを気にしてたよ。だからお前は川木を信用しすぎだって言ってんだ。少しは認めてやってもいいんじゃねえか。それが甘いってんだよ。次元はあいつの鎌から現れた。またいつ何時里が襲われるかもしれねえんだぞ。もはやただ人では折れぬのだということをな。安心しろ、カーキ。大丈夫だからよ。このままだと。ヒマ、どうしたんだ？カーキ君がね、いないの。出かけちゃったのかな。のけもの。そういやあいつ、イラついてたな。なんかあったんか？ And I know all the feelings that we shared of in the past、mm-hmm. And I know your relationships are never meant to last